ハズレ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 今頃自己紹介するからな。ここに植えようっていう話だな。前回手に入ったこの植物の種を。よっしゃ。お、ツタ伸びた。伸びたっつうか繋がったって感じか。あ、葉っぱは乗っけんな。衝撃を吸収する葉っぱ。トランポリン代わりにするんだ。高いところから落ちた時ってことがここかな。ああ、上に来るんじゃ。通されとる。マドナノの人。おい。あ。俺の上は歩くな。俺の前に来たら、お前のパンツを見て大声で言うからな。くそー、こいつ。スケベめ、スケベなやつめ。でもな、おっさん。私はパンツ履いてないからな。パンツを見れて大声で言ったってしょうがないんだよ。はあ、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 はあ。俺は声がでかいから、城にいる連中にも聞こえちまうぞ。どうして意地悪するの？マゾなの？クソガキが嫌いだからに決まってんだろ。この人は自分が辛いから私にも意地悪するのね。助けてあげないの。マゾなの？ああ、もう、おっさんにパンツ見られて、パンツの色知りたいのに、アリアちゃんのパンツの色知りたいのに、多分この女の子のことやけん、多分。純潔の純白の城だろうな、もう清楚な城だろうな、そう思うんやけど、そう思うんやけど、チェックしたいな。助けてあげたいってやったって、こいつのこと助けたくないんやけどな。俺こっちはいけるんかい、用はない。あー、ただね、俺善人やけんか知らんけどね、助ける方法一つ思いついてしまったんよな、残念なことに。この辺りで多分はこれ使うんじゃないの。これ吸収できるけん、ここに飛び降りればダメージなしで助けられるっていう話じゃないの。おっさん気づいてない。おっさん、私のやっていることに気づいてないわ。セーブだけしとこう。え？え？なんか、天罰をした。なんか知らんけど、天罰をしたで。よかった、セーブしとって。すぐ始めれたわ、再開できたわ。これは上に行ってから、上からちょっと説明した方がいいパターンかな。ん？焼き払って、無理やりでも落とす。ちゃうな。これ、ここに落ちてれば、セットしたけん。え？現在のゲートの開放の数教えてくれるんじゃ。ああ、どうでもいいわ。おっさん、気づけ。マット引いてあげとるだろ。気づけ。気づけ。気づけよ。ここに置いたってことは、これであったんだろうけど。おっさん、気づかんけん、もういいや。おっさんのことを見捨てることにするわ。まあ、最初から助ける気なんかなかった。なかったんやけど、気づいてしまったけんな。よく考えてみたら、自力で脱出できるなら今頃脱出できてるような気がする。あ、蛇がおるの忘れとったわ。こいつをどうにかしてもらえればいいんじゃ。力のカードを使った、これだ。わっ、蛇だ。ごめん、ニョロニョロしたやつは苦手なんだ。蛇を別の方法で何とかしてよ。私は帰る。何、後ろに国家権力を持ちながら蛇に屈してんだ。見損なった。くそ、元気がない木ってあるよな。これに巻きつけんかなって思っとったけど、もう選択肢が特にないけん巻きつけんのだろ。元気がないんがちょっとあれなんかな、問題なんかな。探索するとこなくない？あ、なんかある。これ
板のようなものを落ちている。謎の板。板？あ、俺の考えが正しければされてるパターンが来るかもしれない。さ、ここに板を乗っけたら、あの下からあのパンツ見られんで済むけん、アリアちゃんが安心して真上に来れるとか、そういう話ちゃうんかい。明るい薄い板、光る薄い光る光る振動光る。足場には使えない、足場には使えないか。薄いやな。じゃあここもダメやな、足場に使えないってことは。ヒントとかもらえたりするんかな。あ、剣って、お前のか、もしかしてお前の剣持っていけばいけるんちゃうんか。お前その剣を私におちょうだい。ちょお、お年玉みたいな感覚でちょ来ると思っていた。目的はこの剣だな。そう、それ目的で来たわけじゃないけど、計画的、それ目的になったわ。ちょ、うん、どうして分かったの。アリアちゃん気づいてた、こいつが剣持ってること。下界の様子を見ていたからだ。旅は順調なようだな。安心したぞ。ソードがどうしても必要なの、貸してください。あ、そういう時はアリアちゃんパンツを出して声と交換って言えば、このスフィンクスも貸してくれると思うんやけどな。無理だ。なんで。このソードは重いのだ。そんな細い腕では持ち運ぶことすらできないだろう。あ、それはあれじゃ、力のカードを使ってあいつ呼び出しては力強いんやけん、いけるよ。スフィンクス、見てなかったんか。そこまでは見てなかったんか。それとも見てふりをしたのか。あの国家権力いたずれていたらどうなるかわからんからな、スフィンクスと言っても。それでも頑張って運ぶから最後まで話を聞け。このソードを渡せないか。お前でも扱える別のソードを渡そう。そんなの、あの小立ち的な短いやつ。ああ、なんだ、何が違うんだ。私のソードコレクションの一つだ。お前コレクションしてるのか。案外可愛いところあるやないか。お前大事に使ってくれ。わあ、ありがとう。よかった、パンツと交換条件にパンツ出されんでよかった。とりあえず一つ手に入ったけん、あれじゃ、その一つもう渡しに行くか。いや、全部集まってから渡すシステムかもしれんけど、渡しに行こうか。ザラッシュのところ。ザラッシュ、剣手に入れたよ。魔導士の、魔術師の実験に剣が必要でどういうことをするんだ。どうしたの、剣手に入ったって。手に持っているもの、これは私が手に持っているものじゃないよな。道具の場所はちょっと手に入ったけど、それは知らんわな。部屋が汚いよ。研究に夢中で掃除する時間がないんだ。このテントは僕の魔術で作った。外から見るより中が広いだろ。広いとそれだけ散らかすことができるからいいよね。散らかすこと前提で広くするんじゃないよ。掃除や、家政婦雇えや、お前。お前金ありそうやもん。ま、研究とかしてるんだけど金ありそうやもん。こんなにろうそく立てんでもさ、もう数少なくしてそのお金を、ま、あの、掃除する人を雇うようなお金にすればいいの。手に持っているものはなんだ。ああ、これただの木の枝だよ。ワンドは昔持ってたんだけど、なくしちゃってね。ただの、木の枝でも持ちやすいから気に入ってるんだ。その木の枝を使ってあの蛇を動かして、あの、元気のないところに運ぶって手はないんかな。さすがに無理か。剣は！あ、そうか、そうか。これメニューから開かなかったら渡さんか。鑑賞用で切れ味悪いんじゃ。切れ味悪くて使えるんか、ソード。使えないじゃない。使えないじゃない。使うな。ザラシに使うな。そういう意味で使ったんじゃないわ。あ、待てよ。切れ味が悪いと言っても紐ぐらいも切れるだろ。ここで使うんじゃないのか。ソード切れたー。強制的に落とすんじゃ。うわーってなるんじゃ。
いてえな、何しやがるんだろう、クソが。クッション聞いてないやないか。はっはっは。私のパンツを見ようとした報いだ。はっはっは。でも降りられたけんよかったやないか。ま、こんなやつを降ろしたくもなかったけど。ほほ、よかったやないか。はっはっは。めっちゃ怖い目してるやん。そりゃ通されるわ。こんな犯罪者数やるやつ、もう予備軍だ。お前予備軍だが。顔色悪いよ。大丈夫？そりゃ通されとったもんな。このクソガキ、余計なことしやがって。助けたいのにどうして怒るの？魔女なの？俺が一度でも助けてくれなんて言ったか。あ、いや、助けんかったらゲーム進まんと思って。言ってないけど、逆さまだとかわいそうだと思ったから。ずっと逆さになってると、なえて辛くもなんともないんだよ。せっかくなえていたのに元も戻されて、こっちはフラフラだ。ごめんなさい、魔女なの？まあいい、もう一度通されるのもごめんだからな。おい、俺も連れてけ。どこか行くんだろう。なんでお前連れて行かなあかんの。お前の思考回路おかしいやろ。頭で血が昇りすぎておかしくなったんか、くるくるパーなんか、くるくるパー健一なのか。え、一緒に来るの？そりゃ嫌がっとるやん、アリアちゃんも。そりゃ嫌がるわ、俺やって嫌がる。フラフラの俺をここに置き去りか。お前が助けてくれなんて言ったかって言おうくせに、何お前。お前俺のことかわいそうだと思わないのかみたいなこと言うんじゃないよ。わかった、納得しちゃったやないか。なんて呼べばいい？ザコでいいんじゃん、ザコで。俺は、名前は、そうだな、ハングドマン。なんなんそのさ、よくわからん、意味もわからん名前なんなん。私の名前はアリア、よろしくね、ハングドマン。略したいな、これ。ハングドマンじゃ長すぎて、略したいな。じゃあ、ハングドマン略してハマーにしとこう。ハマー。ハとマーがあって棒はないけども、ハマーにしとくからな、お前。ああ、よろしくな、クソガキ。笑うんじゃない。クソガキじゃないよ。アイだよ。アイヤだよ。マゾなの？勝手についていくから、好きな場所に行け。勝手についていくからって言うね。ストーカーやないか。こんなストーカーやないか。もう、ここまで密着すな。真後ろに密着すな。怖いやん。これセーブのところやって出てくるなら出てきた。もう、隣に並ぶんじゃない、お前。お前、俺の子、アリアのこと嫌いなの、好きなの、どっちなの、どっちかにして、いや、どっちにしてほしくない。どっちにもしたくないけど、どっちも嫌やけど。ああ。スフィンクスさん、スフィンクスさん。ちょっと、後ろから変なのついてきてるんですけど、ちょっと、上から見てないで助けてくださいよ。え？上に乗っても何も反応がない。え、なんでなんでなんで後ろにこいつがおるけん、一人じゃないとダメな。ちょっと待って。ってことはあかんで。スフィンクスのところ行ったらあかんで。スフィンクスのところ行けんで。何してくれとんこれ。こいつのせいでないか。薬病神でないか。こんな。後ろにこいつがおるせいでスフィンクスのところ行けんようになった。あ、でもあれか。こいつにこの蛇を処理してもらえばいいんじゃないの。踏みつける。いた。おっさん何もしてくれ。アリアがこんな痛い目にあっとうのにさ、それを見て何も思わんの。何も思わんのじゃん。お前悪い。本当に悪人っぽい感じがするわ。これ悪人を工場に見せたらどうなる。どうもならん。すいません、この私の右隣にいる疫病神どうにかしてください。おい、そこの視聴者、お前チャンネル登録してないな。俺はチャンネル登録もせずに動画を見るやつが嫌いなの。刹那圭介の動画をこれからも見続けるって言うならチャンネルを登録しろ。あと、アリアが履いてたパンツの色は、大人の雰囲気が際立つ黒だ。